はーい。えー、こんにちは。沖縄ババです。はい。これが今日の最後の動画になります。皆さん一日お付き合いいただき、本当にありがとうございました。心から感謝感謝でございます。はい。えー、一番最後はね、赤いヒグマさんです。赤いヒグマさんからあ、ちょっとね、気になるニュースが入ってきています。はい。えー、なんとね、えー、キャンディーのお国のね、はい、保険業界のお話です。 はい、えー、保険業界ですね。はい、なんと大変なことが起きているみたいです。あの、保険のね、支払い金額がすっごい増えちゃってますよっていうことです。はい、えー、ちなみにね、え二、ー、25歳から34歳。はい。えー、これね、え二、ー、21年度のね、えー、第三四半期です。はい、え二、ー、21年度の第三四半期。はい。えー、いわゆるね、 えー、キラキラ輝いてしまって、えー、保険金を払った、ああ、人のね、えー、保険金を払った人ですね、キラキラ輝いてしまってね。えー、その人たちの人数がなんと78%アップです。はい、25から34歳です。で、同じく21年のね、第3四半期の 35歳からあ44歳。はい、えー。この人たちのキラキラね、輝いてしまってね、えー、保険金をお支払いした人たち、なんと100%アップになってます。倍になってます。前年度の。はい。えー、とんでもないことでございます。で、平均するとね、えー、84%ですね。はい。えー、84%を、 支払いがアップしてしまったっていうことです。はい。えー、これすごいことですよね。はい。えー、これ保険、保険会社で大丈夫なんでしょうかね持つんでしょうかねはい。えー、支払いがこうも多いとね、えー、そのうちやっていけなくなるんじゃないかなって思います。はい。えー、そしてね、えー、ワン、ワン、 ワンアメー社ですね。ワンアメー社のね。スコットさんっていう、あの、C の E の王さんがいるんですけど、えー、この人の、あの、いわゆる保険会社です。これ、はい。これも保険会社なんですけど、21年度ですね。なんと21年度の後半です。はい。えー、まあ、保険に入ってくれているね。会員の人たちです。はい。 が、キラキラ、あ輝いてしまった人たちが、なんと40%も、アップしたということでございます。はい、えー、大丈夫なんでしょうか、本当に。えー、え、まあ、こういう感じでね、保険会社支払いがどん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 増えてますよ、ということですね。 はい、えー、ぬっの状況はどうなんでしょうかまあ、ここら辺まだあの出てないんでね。え、っていうか、多分内部機密になってるんじゃないかなここら辺は。はい、あのー、支払いね、どのくらいになるか。はい、多分ね、株主総会っていうかね、そういうものの、 社員総会ですね。それの決算報告なんかでは多分出ると思います。決算報告でね、どのくらい支払ったのかっていうことで、前年度比で、どのくらいアップしてるのかっていうのは多分ね、そういった会員のね、社員、社員っていうのかな保険会社の場合はね。社員のね、まあ株主ですね。いわゆる、その人たちの、まあ、決算報告ですね。そういうので多分出てくると思います。 はい、えー、なかなか公にはならないんでね、ここら辺が、はい、えー、難しいかもしれませんけど、えー、でもかなり増えてあると思います。だってね、えー、あのー、超過のね、超過のね、あのー、キラキラのね、率が、日本でもね、えー、もう、ありえないほど増えてますからね、これね。 はい。なので、えー、今後ね、この保険業界っていうのは大変になるんじゃないでしょうかね。はい。えー、まあ、原因は何とは言,え言いませんけど。はい。えー、まあ,あー、それらしき原因はね、あのー、何て言うのかなあ。本文の方にちょっとだけ触れられてますけど、まあ、あまあね、えー、まあ、そういうことなんじゃないかと思います。はい。えー、まあ、これね。 あっち側のサクッと上の計画がどんどん進んでますよということですね。はい。えー、とりあえずね、えー、まあ、これ言っちゃうとあれなんですけど、沖縄はね、日本一あの少ないんで、はい。えー、まあ残る人も多いんじゃないかと思っております。はい、えー、これね、秋田なんかでは大変みたいですね、どうやらね。はい、えー、日本一みたいです。はい。キラキラ輝く人もね。 ええー、まあ、今後ね、えー、すごいことになりそうです。はい、えー、まあ、その時が来てもね、えー、私たちは慌てずで、はい、慌てずね、落ち着いてね、いろんな物事をお判断して、えー、行動するようにいたしましょう。それが、あ一番のおな、生き残る道って言ったらいいでしょうかね。はい、えー、だと思います。 はい。今日もね、一日本当にお付き合いいただきありがとうございました。また明日ね、えー、よろしくお願いいたします。皆さんのね、元気なお顔を見れるのを本当に楽しみにしています。心から感謝感謝です。えー、こちらの記事もね、えー、どこかにね、ぺったんこしておきますので、皆さん見に行ってください。はい。よろしくお願いいたします。沖縄ババでした。 あれなんか反応しませんね。